多分とんかつを食べていました。はい、あのボラボラとに行って休んで来たいです。旅行したいです。ボラボラとこれから大変だと思うけど頑張ってね、てみ。ああそうだ、そしてあの日本語の勉強ももっと頑張っていてね。はい、あ、10歳ぐらい以上の友達ですか？ないです。できるかもしれないです。あ、十分魅力的だと思います。ビリヤードすること2年ぐらいかな、ハマっています。最近はやっぱり夏だからホラー映画にハマってますけど、資料館を見て、はい、ハマっています。あの初めての日本ソロアルバムを発売されましたけど、あの僕にとってすごく意味がある機会だと思います。それで皆さんともっと近づきたいですけど、あのぜひさよなら一人を愛してください。はい、ありがとうございます。